ベイチェスター・アベニュー駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ・ダイヤー・アベニュー線の駅である。ブロンクスク・イースト・チェスターとベイチェスターにまたがる、ベイチェスター・アベニューとティロットソン・アベニューの交差点に、位置し、5系統が、終日停車する。当駅は1912年5月29日に、ニューヨーク・ウェスト・チェスターボストン鉄道の途中、駅として開業した。 その後1937年12月12日にニーは &B が倒産した際に路線と共に廃止された。しかし1940年にニューヨーク市がブロンクスとウェストチェスターの境界より南側の線路を購入。1941年5月15日にイーストチェスターダイアーベニュー駅東180丁目駅間で IRT の車両を使用しシャトル運行が開始された。1957年には東180丁目駅北で IRT ホワイトプレーンズロード線と接続し、同年5月6日より直通運転が開始された。駅は相対式2面と観光線2線、急行線1線を有した2面3線の駅で、急行線と北高観光線の間には、 旧北高急行線の路盤が残されている。駅舎は駅の北端にあり、ホーム会のもとに改札口がある。改札口には回転式改札機と切符売り場がある。出口はベーチェスターアベニューとティロットソンアベニューの交差点の南東に一つだけある。ありがとうございます。